はい、ございます。マッハスピード放送局、肩慣らしでございまーす。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。ね。はい。ね。寒いね。なんかね。寒いですね。雪降ってたしね、この間ね。雪好き。雪？うん。雪俺結構好きだよ。俺も好きなんだよね。あ、好きな人？全然。その嫌がらない。そこまで。夜とかもう降ってると嬉しくなっちゃう。歩いて帰りたくなっちゃう。逆に。なんか大人になるとさ、うん、やっぱこう、もう鬱陶しくなってくる。鬱陶しがってたよね。小屋とかね。鬱陶しがってた、うん、雪だ、みたいな感じで、うん。あんまりないよね。まあ出勤とかはないからだろうな。会社員じゃないから。そんだけの話か。だろうけど。単純に。わかんないけど、まあ、なんだろう。そのだるさもあるけど別に、はいはいはい、ライブ会場まで行くだとか、はいはいはい、アルバイト先だとか、でもなんか心の底から嫌いになれないなっていうのはあるなあ。雪、確かにな。どっちかっていうと月か嫌いかっていうと好きだな。筋肉マンショップが、うん、高円寺にできたらしいんだけど、はあ、筋肉マン好き？筋肉マンショップ、筋肉マン、うん、筋肉マンは俺はちゃんと読んでないんだよね、うん、けど筋肉マン好きっていう体にちょっとしてるとこあるかな。そうなんだ。割となんか筋肉マン知らないってなんかちょっとかっこ悪いじゃん。なんなのそれ。好きか好きじゃねえかって聞いてんだよ。好きだね。好きなの？好きか嫌いかで言ったらまあ好きな方だ。その、はい、キャラクターショー面白いじゃないですか。ウォーズマンとか。全くあれじゃないから、世代じゃないから知らなくてさ、うん、そのニュースを見ても、うん、何も思わなかったんだけど、ちょっと行きたいなって思いますけどね。まあね、うん、バンドとか好き？めっちゃ好き嫌いよ。いやじゃなくて俺もその筋肉マンショップとかもすごいなんかいいの服とか持ってんの。なんかスカジャンとか T シャツだとかバッグとかリュックとか、かっこよさそう。もうすごい結構広い感じ。ネットでしか見てないんだけど、しかも高円寺じゃん。もうほぼ住んでるようなとこにできたっつって、これもう好きだったらめちゃくちゃテンション上がるのに、もう全然テンション上がってない自分がいるのね、見ながら、うんうんうん、すっごいそういう時俺ものすごい損してるな自分って思うんだよね。あ、断るごとに好きだったらなぁと。そう、もっとテンション上がっていけるのに、うんうん、あものすごい、うん、だからで俺結構好きなことが極端に少ないからさ、うん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 、なんかつまんないなぁと思ってね。何ショップ？なんかいろいろあれば。シティハンターショップができたら嬉しい。シティハンターショップできたとしても、うん、シティハンターのグッズなんか絶対ダサいじゃん。サイバリョンのジャケットとかやるともさ、水色のなんか水色、肩幅パコーなってるやつとかさ、何色、香りのハンマーとかさ、もう、ハンマーのなんかこう、何トンって書いた。キーホルダーとかしかないじゃん。鬼、なんかもう、あの、縁日じゃん、そんな。ハンマーのやつ、最近の。シティハンター。いやいや、そう。シティハンター。筋肉マンで超ちょうどいいなと思ってさ。でね、仮にね、ドラゴンボールショップができてても、ドラゴンボールめちゃくちゃ世代ですけども、ドラゴンボールの、なんだろう、グッズってさ、うん、ドラゴンボールのスカジャン着たい。筋肉マンそんな好きじゃないけど、筋肉マンのスカジャンは着たい。筋肉マンでめちゃくちゃなんだろう、あれ何色合いがいいのかな。すごいわかる。確かにドラゴンボールのスカジャン赤ととか、うん、赤いパンツとか、うん、なんかその顔の感じとか、うん、キャラクターたちの色合いとかがいいのかな。ピラミッドみたいなやつとか。あーサンシャインね。ああなんだろうこれ、そういうことかな。ナルト、まあ、知名度的なもんじゃないの、ないの漫画自体の。なんか古いじゃん。いやいや、ドラゴンボールと関係ない。そんなもんドラゴンボールだってめちゃくちゃ古いよ。そうか、ドラゴン、いや筋肉マンだよ、好きでやったらよかったなって今ほんと今日ちょっと、あ、まあそうか、もっとテンション上がりたかったなと。
そう、セイントセイヤじゃ別に。ネイマンガも。違うもんな。リュックとかさ。うん。てか、サカちゃんなんかもさ、そういうの、あるじゃん、はい。服ダサい人ほどさ、そういうのでごまかせればよかったなって思わない？なんとなく。だって、筋肉マンショップでさ。思わないって言われても。筋肉マンのことバーンとかで着てればさ、好きだから面でさ、うん、何も言われずにさ、生きていけるんだ。おしゃれとかそういうことじゃない。じゃないよ。ああ、筋肉マン好きなんだなって思われるもん、ね。でも、しかもおしゃれなんだよ。勝手にだっておしゃれに出してたもん。おしゃれはおしゃれだもん。なんか、間違いようのない感じ。はいはいはい。あれ、リュックとか筋肉マンとかでも、クスクス笑われないんだよ、なんか。あ、それお得だね。うん。でも、だでも貫いちゃうよ、筋肉マン好きを。最初に言ったけど、ここそんなちゃんと、いや、一応読んだんだけどね。あの、大人になってから読んだんだよね。あなんか。いや、だから、そのもういけるかな。今からいける？俺、あとウォーズマンの T シャツの前着てたけど、あれはもうクスクス笑われてた。明らかに着せられてる感じしたからさ。もうきっと全部固めないとさ。そう。T シャツ自体は かわいかったよね、あれね。あまあ、着る人が着ればね。着る人が着たらね。でもやっぱ俺が着ると笑う。いや、周りが全然意味わかんないんだもん、だって。もう、全体的に。あ、好きそうじゃないな、みたいな。雰囲気が出ちゃう。何で合わせればいいの？ボーズマンの T シャツに。じゃあもう一個ぐらいは筋肉マンでさ。二個も筋肉マンつけるの？くっと、なんか、上は T シャツ、下は、まあ普通のジーパンとかでいいんだよ。なんか靴とかさ。腕時計。筋肉マンのあれが。筋肉マンのコンバースみたいな。そう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 。あ赤色の筋肉マンコンバース。筋肉マン以外でないかな。なんかやっぱ本当に好きなもんで、本当に好きなもんだったら。何例えば、俺、稲中めっちゃ好きなのよね。稲中はもう本当に大好きで読んでて、影響も。ショップか。稲中の T シャツとかってどう？いやいや、T シャツはなんか、もう、でもな、そういうのこそやっぱ周りのアイテムが大事になってくるもんね。そうだよね。やっぱな。でもなんか、なんやろな、筋肉マンって確かにファッションブランドとしていいよね。ちょうどキャラクターの感じなんかな。筋肉マン超えるやつなさそうだな。それ以上漫画でないよね、多分ね。だからワンピースとか、まあ、ユニクロとか作ったりしてるけど、なんかちょっとちゃんとキャラクターが立ってんだろうな。人間じゃねえし。そっか。超人だもんね、筋肉マン。あ、だからウルトラマンとかちょっといいっすよ。ああ。なれてやっぱ怪獣とか、ウルトラマンだからね。やっぱマンだ、マン系。答え出たな。マン系のキャラ。ドラゴンボールも人間やもんね、やっぱね。あれドラゴンボール、ただ。あ、だからドラゴンボールも Z より、やっぱドラゴンボールの時代のやつの、まあまだ、はいはいはい。まだちょっと可愛いよな。ハッちゃんとかが。ウーロンとかね。ウーロンとか、ハッちゃんとか。色鮮やかだし。面白いこれ。均等運とかやっぱキャラにしやすいし。そうやな。ベジータとか。ベジータとかもう人間だもん、あれ。ナッパとか最悪やもんな。もうあんなもん、鬼越じゃん。鬼越と魔法の子の。T シャツ着てるようなもんだから。鬼越と魔法くやな、ほんとに。あー。面白い。なんか面白いな。最上級やったやん。確か筋肉マン以上ないな。筋肉マン好きな人生だったらなぁ。鬼面組とかちょっといいけどね。そこのさ、人気もあるよね、やっぱね。ずっと人気ないってダメだから。鬼面組ごときじゃ。そうやなぁ。でもそんなもんでしょ、多分。うん、筋肉マン超えるやつ。鬼滅の刃も。あぁ。ちょっとダメだと思う。人間やもん。人間だもんな。鬼もなんか人間みたいだから、うん、もっと鬼にすればよかったのにね、いろんな。うん、いや、別に。いろんな色の。ああ、なるほどね。うん、その、グッズ的なことを考えたら。もうだってよくわかんないじゃん、今。もう、うん、鬼滅の刃なんて、うん、今までのグッズって、いや、めちゃくちゃ売れてはいるけど、うん、今までの概念でいくと、炭治郎。が書いてある T シャツとかが売れるはずなのに、はいはい、みんななんかもう炭治郎が着てるあの直近みたいなやつちょあの柄のやつをみんな買って炭治郎になるっていう感じになっちゃってるから、うん、あ確かにね。でもキャラとしては立ってないね、この未来ずっとは、うん、コスプレやもんな。そう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 、そうか。鬼滅グッズ、あられちゃん、あ
あられちゃん好きよ、俺さ初めて集めた漫画あられちゃんやし。ちょっときつ、でもやってみたら応援するよ。いやちょっときつみたいな。いやきついよ、きついきつい、さかちゃんのキャラで。いや 俺とあられちゃんってなんかちょっと良くない？良くない。ファラオさんとサンリオみたいな感じで、俺とあられがあられちゃんみたいな。好きやし、現にニコちゃん大王のいいんじゃない。いいと思います。売ってるか知らんけど、うん、いや探せばあるんじゃない。ありそうだよね、うん、筋肉マン行くならあられちゃんで行こうかな。いいじゃん。うん、あられちゃんいいよね。あられちゃんいい。いや思ってへんもん。いやいや、いいとか、そういや、そういう心がもうダサいんだもん。なんだそんなやつが着てる服。いや好きだから着ればいいじゃん。そうそう、好きだよ。好き、本当に好き。好きでしょ。だから好きだから来て、頼むから。誰にも言われないように GU 着るみたいな気持ちで、はいはいはい。着るのはやめて。うん。どうしたの？僕も粉吹き出してるけど。あられちゃんの。あられちゃん、あられちゃんの服着ると思って、ここ書いたの。粉ポン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 粉が吹き出てるけど。こっから粉が吹くようになってんの。なんかちょっと、こう。あ、そう、うわぁ！いや、ごめんごめん。かびてる。すいませんね。かびてる。耳の裏がかびてる。そっか、じゃあ、グッズの最上級は、でも、筋肉マンかもしれない。